てほれほれもう滑っとるすもん。これだって何のタイヤでも関係ないんちゃうっす。超滑るこれ。あ、ガスまだ半分ぐらいあるな。いやー次はこけたらあかんな。いやもうあかんっすね。道じゃな。はい、ここでもなんともしゃあないでしょうね。おー、でもこういうとこ見つけたらあんまり出しちゃいかんな。はい、また来た。上がるか。キルスイッチ出たよ。あー、マグネットキルスイッチが欲しい。繋がってます？うん、あ、です。調子に乗ったらあかんちゅうことやな。いやあかんっすね。ちょっと気ぃつけながら乗らなあかんね。とりあえずタイヤはあのハンドルの軸が曲がっとるわ。やっぱりっすか。そう左にこけるとちょうどいい感じだけどな。わあ、これこんな道やな、今日へ。うわあ、こんなんすね。もう向こうまでずっとそうっすもんね。今見えとったっすわ、向こう側。いやな。で、ほんと降りてったとこの分岐がどうなるかってとこやな。はい。これでもずっと林道。あ、これやろ、今日へ。これ。この黒いやつやろ。これ。これ危ないっす。この赤黒の。この辺とな。はい。これはまた来る。これでも先滑ってこけやんだら、ここまた突っ込んでったでしょうね。おお、多分なんかどっかではこけとんやろうけどな。どっかではね。ああ。ハンドルが乗りにくいわ。ああ。上らさっけ。え？はけ。ハワイ取ったらいいやろけどな。ハワイ取ったらまあ滑らんのチャンス。それか場所によってはって感じでしょうね。これもうすぐ滑るもんこれ。あーもう滑っとる、もう滑っとる。これはやばいっすね。これは怖いな。足折れるわお前。晴れそうとな、全然ないけど。修行型な、修行が。あー、これここで滑ったら追ってくわ。
接地感とかそんな全くないもんな、このタイヤ。ここだって、さっきの速度で取ったら追ってくっすね。おぉ、これや、あ、これや、これ通行止め、あ、ほんとや。どう通行止めなんやろな。ねえ、単純にこういうことやから通行止めやったら全然いいっすけどね。崩壊してないといいですけど。あ、やりました。これすげえ。コンクリ道なんですね。でもでもコンクリなんですね、砂利じゃなくて。おお、ところどころね。うん、超滑る。苔しかないですもんね、これ。お、ちゅうかな、意外にこの苔だとあんま滑れへんねんぞ。あ、マジっすか。あの、さっきの赤黒がやばいっすね。あ、うん、あれ、道だよ、赤黒やでやばいんかな。あ、結構これぐらいの苔だとなんもなんすかな。タイヤの特性かな。あー、そうちゃうんすよ。僕だって滑るっすよ、あれ、あの苔やと。あ、滑ってるわ、早いでしょ。このタイヤあんまええことねえな。超滑るっすもんね。タイヤがいかんのか俺がいかんのかよくわからんけど。え、でも前のタイヤの方があからさま食っとったっすよ、ちゃんと。あー、まあな。何この道、ちょっと面白いよね。おおまだ落ちた。あれ、あ、まだあるわ。あ、まだある。これ右側行き過ぎると落ちる。あ、わだち切ってかんと。これ強兵結構ええやんね。え、おう、ちょっと前見ていかんと怖いけどな。いやー、これ気抜くと落ちるっすね。え、おう、気抜くと落ちるな。気抜くとの前にこれハンドルがさ直さんと。おう、こんなまいったら落ちるんだ。やべえ、ニュートラル入ってる。あー、やばいやばい。危な、危な。結構、あー、これ今日すごいね。ハンドルってまっすぐじゃないとめっちゃ走りにくいわ。そうっすよね。うわ、あー、これは車通行止めって書きますわね。おお。サワサワ、すげえすげえ、サワやサワ。こんなんでも涼しいですね。ああ、最高やな。夏でも涼しい。おお、滝や、砂防の滝や。すげえな。うわー、川気持ちよさそう。
やられる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 。あかん、こういうとこがいい。こういうのいいって。こんなんが。これめっちゃ、これええの。これいいですね。涼しいし。怖いなこれ。これあこういうこと。そして全く粘らんっていうな低速。これだけ。ビビるぐらい粘らんねえけど。低速こそ欲しいのに。もうめちゃめちゃ演奏しそうになるんだ。あー超滑る。信用できへんねこれ。こんなとこ追ってったらやべえ。これちょっとやばいの。うん、ちょっと痛いじゃすまんね。痛い痛いじゃすまんね。流されるし。これ抜けたんじゃね。すごいっすね。これでも今日いたとこはなかなか全部テクいるっすね。え、なかなかに全部テクいるっすね。今日のとこ。これでもすごい、ずっと続いとるで。ねえ、長い。あー、これめっちゃ乗りにくいわ、ハンドル曲がって。おー、上。これこのよそ見が良くないんやろな。よそ見が良くないっすね。もうわっ、首引っつられた。この道ありやな。これいいっすね。おもうシャワやんけ、これお前。なあ、道ちゃうやん。道ちゃうっすやん。サワっすよ、サワ。サワやな、もはや。おい。そして、ところどころへこみと、あの、落石が。これえぐい。あ、でももう出たんじゃね。出たっぽいですね。小屋もあるっすもんね。舗装になりましたし。うわあ、なんじゃこれ。いや、5センチぐらい埋まっとったっす。ドロドロ。あれやばいな。してやられたっすね。あれ行き止まりやよ。え、マジっすか。どっか。いや、わからんけど、なんか俺のやともうちょい先行き止まりになってる。どっかあったんすかね。あ、なんか書いてある。なあ、保安林。これでも林道だよな、これ保安林。ねえ。もう多分何百メートルもねえわ。おー。
手放す。なんか書いてある。面白そうやぞ。おお、良さそうっすね。あ、林道作業道や。作業道か。はい。多分途中で切れそうですね、じゃあ。さっきんとこな、なんか行けそうやったけどな、まっすぐ。なんかね、まだありますし。ああ。あ、本当や、遠く。これは無理や。そんなことばっかし俺タイヤねえやんか。多分ね、間違いなく。普通にあるっすけどね。てか左右あるっすけどね。右行ってみようか。お、林道国の木又線。これやな。はい。こっちから来るみたいな感じになる。多分そうなんです。これの下が多分道なんちゃうんすよ。普通に。なんか書いてある。あ、じゃあさっきゲートか。これ乗って乗っとるあかんの。よう分からへんわ、滑っとんの。マジっすか、だいぶ滑っとるっすよね。あ、上にも道ある。へえ。いやでもところどころだけなんやな。ああ、これももはや道ないでな。マジっすか。あの、俺のあれに乗ってないでな。はい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 。上がりますね。で、全部細。これもな、タワーもな、このここでもうちょいで切れたいんで。へえ。あ、あ、繋がっとるね。巨兵繋がっとる。あ、マジっすか。はや。あ、これ横の道と繋がっとんねよ。え？あのよ、もう一本横にさっき上り口があったんですよ、下の方で。あれ横の道と繋がっとんすよ。横はずっとなんか土の道っすわ。ああ、でもこれで分かれるな。
構いい感じじゃないですか。こういうのでいいんですよね。ああずっとこう。お、ああそうっすか。うわちょっと気ぃつけていかなかんねこれ。おほほあ石ころないけどな。うん。道は続いとるっすけどね。いやもうな、前にクロスしとる道があるやん、元々の。あ、はい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 。これあんまり距離近すぎてもやられるな。おーいいじゃないっすか。こっち行ったーもうちょっとかっこよく上がりたいな。ほっほっいいっす。ハンドルが言うこと聞かへんがやこれ。あ、すごいなこれ。すごいっすね。おお、ここ楽しいっすね。でもいけやんちゃう。あー崩れとる。ないっすね。おお、もうその前が道ないけどな。あー無理やな。ないっすもんね完全に。ない。あ、これやん、これで。あ、その先っすか、これ崩れとる。うん。いや、いけやんな。あ、これや。これやろ。あー、ぽいっすね。取れよ。いけそうっす。いけるちゃうか。登り切ってしもたら全然いけるっすもんね。横から掘れとっていけるルートになっとるっぽいんで。おう、ここだけ。あーなるほど、ここ行ってこっからこの木ちょっと危ないな。これ多分ここ上がるやん。はい、こっからは多分いけるぞ。あ、いけそうっすねこっからやったら。おう、ここはいけるわ多分。こう来たらええでさ。あ、つかるつかる。はいはいはい、ここだけね、こう行ったらいけるっすね。おうおう、たまにはちょっと林道らしいことも趣味っぺか。いやー林道じゃなくてこれエンデューロじゃないですか。もうエンデューロかな。ハードエンデューロ系ですねこれは。これだけ気をつけよこれ。はい、そこの扉ね。うん、
やば、楽しくなってきた。あ、ちょっと待ってください。はい、オッケーっす。怖いか。下げやんときついっすね。ちょっと待ってよ。はい。ここやな。そこっすね、その惚れ取るとこ。石入れます？ちょっと待って、これ持って。はい、ちょっと待ってください。これや、これ。そいつが。よっ、はい。こいつがあかん、こいつが。こいつがね、あると。あ、行ったんじゃない？行ったんチャンス。それやったらそこから横登って。エンデューロやな。エンデュー、ハードエンデューロっすね。完全に。ハードエンデューロやな。完全にハードエンデューロ。押しで、あー、いけるいける、いきます。おい、いった。あ、乗ってないもんでトラクション抜けてかまへんだよな。あー、いったいった。あげます？いや、ええ、おい、ああ、いった。あ、前が感動。厳しいっすね。あ、ちょっと待ってください。ちょっと、あ、いた。それが、登れるかな。ナイス。オッケーっす、押さえとるっす。あ、いった。じゃあ一回そっち行くわ。おい、よし、よし、次、恭平。はい、サンキュー。ハードエンデューロ、やば、楽しい。完全にガチでハードエンデューロ。あれ、体だ。このルートやな。
っからやな。違うな。よっ。おー、行った。なんで余裕やん。こらしゃすからね、やっぱ。何余裕やねん。ねえよ。おい。おい。あー、こっちだね。あらっす。なんで余裕や。トラシャすげえな。トラシャすげえ。トラシャマジですげえな。あとはあれっすね、トラシャもあるんですけど、やっぱトルクっすね。隠すもん。ちょっと休憩する。ちょっと休憩しましょう。トラシャすげえな。トラシャすげえ。やることがだんだん変態になってくるな。これだって林道ではねえですよ。完全に。まあ倒れるか。あ、ここで。トラシャすごい。いや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 、これ行こうっていうのは普通はね、まあ帰ろうってなるっすけどね。どうすかね。まあこれタイヤとか晴れっていうより完全にパン排気量だと思うんですけどね。足とな、足とね、足がやっぱ柔らかいんで。はい、食うすもん。飛ばへんもんな、俺ってやっぱ飛んでる。あ、跳ねへん跳ねへんす。全然違うわ。やっぱハードエンデューロとあれは違うっすね。今日はだいぶレベルの高い林道中か。なんせこれは過去一やばいですね。まだ行けそうやったしな。はい、これぐらいやったらな。いや、これぐらいならまあ。でも最後の登りの土はやっぱ弱いですね。そうやな、カマンだもんな。多分もうちょい、あの今の2000年ぐらいのからのトラシャ時代にリアのサスがもうちょい柔らかくて、こう沈めれるとかけるでしょうけど、この年代の硬いサスやとこれでも。時代はずトラっすね。ガス入れとこ。これでもなかなか、なかなかっすよ、これ。これでいけへんだ、最悪やな。これいけへんだな、帰ってこなあかんすもんね。間違いない。全部入った。全部入ったっす。で、満タン。1.5 しか使ってない、3台走っても。
下りがあるとね使わへんなんで。これだからあれちゃうっす、3リットルタンク来たら1日遊べる感じぐらいあるっすよ。いやドエラ大自然すごいな。サボを崩壊しようもん、うん、もうサボを崩壊しようですもんね。すげえ。あとは網の外側のとこれいけやんだら。これいけんだらちょっと泣かなあかんすね。あ、帰るのは全然、うん、遊んでからのここ来とるで半分ですからね。やばい、面白いな、楽しい、もうやばい、道に戻れやんす。なんでそもそもここへ道が通っとるんやな。これね、もうちょいね。